はい、どうもー、毎日ポジティブ340回目でございます。そう、私がスーパーポジティブティーチャー福地です。よろしくお願いいたします。さあ、昨日の動画についたコメント、昨日は2件いただきました。1件目がですね、矢部さんからです。紐が切れたなら付け直せばいい。その通り、その通りなんですよね。付け直せばいいんだと。まあ、僕は昨日の動画でですね、まあ、こういうふうにネットで買ってしまうとこういうリスクがあるよと、それでもちょっとでもね、皆さんが気づきがあればいいというお話で、僕がね、ちょっとね、あんな状況で6枚のちっちゃいね、マスク、子供用のマスクが来ちゃったと。でいきなりつけたらもう切れちゃったという話をしたんですけども、もちろんね、つけ直せばいいんですけども、こうやって、ネットで買っちゃうとこういうこともあるんだよというですね、まあ、一つの気づきみたいなものですね、ちょっと昨日配信させていただきました。確かに付け直せばいいんですよね。でも昨日ですね、残りの黄色の唯一残った1枚を使って、昨日説明を2回やりまして、それはそれで受けたんで、結果良かったということですよね。結果ね、使えますからね、という話あります。蝶さんからいただきました。ティーチャー、何ですかということですね。ありがとうございます。さあ、それでは本日のお話なんですけども、まずはですね、ありがとうとバカ野郎のですね、グラス、同じグラスに入れたご飯がありがとうっていうのとバカ野郎っていうのどう変わるのかというですね、実験をしている結果を、今のところ7日目ですね、今日で7日目なんですけども、経過報告をしたいと思います。こちらがバカ野郎、こちらがありがとう、この3つ。なんと裏はバカ野郎はかなり壁生えてきましたね。ただありがとうはちょっとだけ壁生えてきた感じですかね。ちょっと壁生えてきた感じです。まあ今のところバカ野郎の方が早いですね、やっぱり、カビの繁殖率がですね。まあこれどうなっていくのかと、これも楽しみにしておいてください。で、今日の話なんですけども、昨日来ていただいたお客様でお母さんとあと娘さんの2人がですね、昨日来てくれたんです。で、ありがとう乾杯というのをですね、昨日やったんですよ。で、その娘さんですね、その娘さんがもうこのお店にもう4年近くね、もう中学校今もうすぐ2年生になる子なんですけど、もう最年少ででっかい字のバッジを持ってる、20回もこの店に来てくれてるですね、そんな方なんですけど、その娘さんがですね、ありがとう乾杯の時にコロナの影響で今学校がずっと休みなんですと。でも休みだから少し家の家事手伝おうかなって、家事手伝ってみたら、あ、こんなにも疲れるような、こんなにも面倒くさいことやってたんだと、お母さんすごいなと、改めてお母さんありがとうって思ったよっていうですね、話をその女の子がですね、娘がしてくれたんですね。もうお母さんちょっと泣いてたんですけど、コロナウイルスね、何でも悪いわけじゃなく、こうやって休みが続くからこそ、なんか家のね、手伝いをすると、その時に、あ、家の手伝いするとこんなにも大変なんだっていうことが気づけたというのは、ある意味コロナウイルスのおかげなのかなと、いうある意味一つのね、捉え方としては。で、お母さんの凄さを知ったというですね、話をその娘さんがしてくれて、すごい、僕もちょっと泣きそうになりました、正直。やっぱりね、子供のそういったありがとうの言葉、なかなかお母さんにありがとうっていう場面ないと思うんですけど、最初にね、その子が来た時、小学校4年生とかね、そんなもんだったんですよ、3年生とか。その時はね、こう乾杯とかやっても一切喋れないような子だったんです。人見知りでね、大人の前でそんななかなか喋れって言っても喋れないですよ。でも今はね、堂々とその話をしてくれたっていう成長した姿もすごく嬉しかったです、僕は。まあ、これから4月からですね、うちの店1人の営業なんで、一応タバコはうちの店では吸えるんですけど、逆に未成年の人はですね、
うちの店に入れなくなってしまったので、おそらくその子が来るのはもしかしたらイベント以外では最後かもしれないんですけど、そうやって成長した姿をですね見せてくれて、本当に逆に僕はその女の子娘にですねありがとうと僕は言いました。うん、やっぱり子供とねお母さんとかお父さんとか親子のなんか絆みたいなのってすごい素敵だなと思います。コロナウイルスがあったからこそね、分かったその家事の大変さ、それをなんかすごい気づけて、僕もなんかすごくほっこりしたという、今日はそんなお話でございました。ということで、以上、毎日ポジティブ340回目でございました。ご清聴ありがとうございます。